こんにちは、柴田です。今回は70年代のフェンダームスタングとフェルナンデスのムスタングタイプをレビューしていきたいと思います。現在ヴィンテージね、高騰しておりまして、まあ70年代のものですら結構上がってきてますよね。まあ、そんな中で、まあ、フェルナンデスの70年代のものに関してはまだそんなに上がっていないので、お安いけれどもいい音だったらいいなというところでですね、本家よりもコスパがいいんじゃないかっていうですね、ちょっと淡い期待をねしながら今回は鳴らしていきたいと思います。まあ、ご覧いただいた通りそっくりですね。こうやって見てたらどっちがどっちか、どっちがフェンダーでどっちがフェルナンデスかわかんないんじゃないかっていうぐらい上手な作りになっております。ですね、わかるかな、こっちがねフェンダーで、こちらがフェルナンデスになっております。若干ね色の焼け具合がフェンダーの方が黄ばみがあるという風な感じです。ほんとそっくりですよ、よくできております。まずね違いから見ていきましょうかね。まあ、70年代のフェンダームスタング、まあ、特徴としてはですね、まあ、よく言われてるのはこのネックのねジョイントはね結構隙間だらけで雑な感じ、これはね特徴ですね。非常に隙間がございます。その点ですね、フェルナンデスはしっかりとギュッと詰まったような感じで、まあ、作りはいいっすよ。その代わりフェルナンデスはなんかね、ピックガードがちょっと若干雑な感じ。フェンダーはね、その辺はしっかりしてるんですよね。で、ムスタング独特のこのね、ダイナミックトレモロ。で、ブリッジも、まあ、ピックアップも、とね、仕様もね、非常に似ております。ペグはね、フェンダーは F キーで、フェルナンデスはね、違いますね。F キーじゃないです。で、ヘッドの焼け具合はね、こんな感じです。まずちょっとね、生音鳴らしながら、使用感をね、お伝えしていきましょうかね。じゃあ、まずフェンダーからいきたいと思います。こちらね、78年製です。ちょっとね印象としては柔らかい感じなんですよ。ネックはね結構太めにできております。でボディはねアッシュなんですよ。アッシュだけどこれね 3.4 ない、 3.3 いくつでしたね。なのでアッシュの中では割とね軽め、これに対抗してフェルナンデスいきたいと思います。ネックはね若干薄め、本家よりは薄めになっていて、材は線です。まあ、線だけどこれですね 3.18、 線の中でもねかなりね軽い方だと思いますよ。作りはいいですね。ナット幅もね変わんないかな、まあ、ほとんど変わんない感じ。グリップが細いんで握りやすさはあります。あ、テンションがねちょっとねこっちの方がきついから、固めな、本家よりはちょっと固めな印象。これはこれでねなんからしさが出て、ムスタングらしさがあって、ね、いいんじゃないかと思います。ではフェンダークリーンからいきましょうかね。今回ねちょっとねこのねアームはねつけてないです。ちょっとチューニングがね狂いやすいんでね。フェンダーリアからいきましょう。カリッとしてる感じ、ちょミックス、フェーズで、これはこれでね悪くないなっていう感じですね。では、フロント、ふっくらしていい感じです。今回はねちょくちょく持ち替えながらいきましょう。次は
フェルナンデスでございます。あ、やっぱこっちの方が軽いな。いきます。ちゃんとヴィンテージ感がありますよね。これ好みね、結構分かれるかもしれないですね。ミックス。まあ似てますよ。まあ似てるけれども、ちょっと奥深さがね、やっぱね、このフェンダーの方があるっていうか、ちょっと奥からやっぱね、出てきてますね。こうにじみ出てるというか。割とこのフェルナンデスは、まあ淡白な感じ。でも結構ね、これね、好みがね、分かれるところじゃないかな。フェルナンデス派の人もね、結構いるんじゃないですかね。ちょっとカッティングをやってみましょうかね。まあ同じクリーンなんですけれどもね、もしかしたらちょっと印象変わるかもしれない。じゃあフェンダーをリアで。うん、やっぱこのねカリッとした感じがねいいですね。ミックス。おお、フェイズ。悪くはないですけどね。ほうほうほう。やっぱね、ちょっとね、奥深さがあるっていうかね、奥ゆかしさがあるというか。じゃあフェルナンデスいきたいと思います。リアからいきましょうかね。ミックス。フェイズですね。で、フロント。そうですね、レンジの幅が若干こう上寄りだからかな。フェンダーの方がこうふおってちょっと来てくれる感じはありますね。まあ、でも価格帯的に言うとですね、このフェルナンデスが今千葉管楽器で99,000円、税込みですね。でフェンダーが今どんくらいですか、まあ、30ぐらいからっていう感じなんですかね。70年代後半、まあ、もちろん状態によるとは思うんですけれども、なので半値以下ですよね。まあ、3分の1以下でフェルナンデスが買えるとなると、まあなかなか美味しい感じじゃないですかね。ではオーバードライブを流していきたいと思います。ムスタングは非常に心地いいです。フェーズだ、フェーズ、フェーズ。うん、フロントです。
やっぱね、歪ませた時のムスタングは非常にいいっす。まあ、何気にね、仕様の幅は広いというか、まあ、世代的にカートのね、印象は強くはあるんですけれども、カッティングにももちろん向いてるし、歪みにもね、しっかりと対応すると。リアからいきます。フェルナンデス。まあいいドライブ感ですけれども、やっぱねちょっとねハイのところのちょっとキーンっていう砂利かキーンっていうか砂利がありますね。でフェイズ。短めな感じはしますね。やはりそのね、淡白さがね、そういったところにね、出てるのかなというふうな感じです。まあでもね、やっぱね、コスパいいっすよね。99,000円だったら全然あれで、ハードケースもね、ついてるんすよ。多分これはね、なんかサクッと売れそうな感じがするので、早めにチェックをしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。